こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。卵は MS6 個分、卵焼きは MS6 個分です。キャベツはレモンと塩を振った千切りとまで言うの粗切りですね。粗切りキャベツ、白ご飯、多分この粗切りキャベツマヨネーズもかけます。で、みかん4個、みかん4個ですね。食べるかどうか分かりません。はい、体重です。肝心の体重です。今日ちょっとね、調子悪かったです。お腹が下してるってわけじゃなくて、吐き気がしてしんどかったですね。何が原因かは分かりませんが、体調がすこぶる悪いです。お通じは良すぎるぐらい良かったですね。下痢とまではいきませんが、お通じは良かったです。体重 55.0kg、 体重 55.0kg、体脂肪率 12.6、 体重 55.0kg、 体脂肪率 12.6、 基礎代謝 1293、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、最後におかずにする目玉焼きですね。はい、目玉焼き、 MS4 個分の目玉焼きです。 MS4 個分の目玉焼きです。はい、目玉焼き4個分。どうしようかな、サムネイル使うかもしれないけど、もう一度目玉焼き MS4 個分、卵焼き MS6 個分、千切りキャベツ、レモンキャベツ。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。